ね、プレッシャーかけるものだから奈々さんをすごい CM から驚いてましたけど CM だただのあれはじゃだってすごい近いんだもんリアルすぎてびっくりした。い 近いとか、まあ、目の前でやるし その後のあのね駅の地下のあの、うん、あれはすごかっ た, すごかった。あの恐竜が現れて、はい、その後なんかさ玉みたいなのなんか玉玉玉こっちからすごかったですよね。あれほんと怖かった。めっちゃ怖かった。でもなんか癖になります ねもう一回やりたい。後ろとか見ました。見てない。後ろもちゃんともう壁なんですよ。だからちゃんとそうなんです。360度あるさ。360度バーチャル体験ですから。あ、私忘れてたそれ。見てください、ちゃんと、はい、ぜひ今度ねまた360度体験していただきたいなと思いますけど、はい、本当にその場にいるみたいでしたね。いや本当にすごかった。体験してほしいです皆さんにも。本当に、ね、もっともっと多くの人に体験してほしいですよね。本当そうです ね ぜひ後ほど皆様にも体験いただきたいと思います、はい、まだまだ興奮冷めやらぬといったところですが、はい、まあ、とにかく明るい安村さんといえば、はい、全裸に見えるポーズ、はい、いくつも披露されてますけれども。ありがとうございます、助かります、はい、あのリスクが襲ってきた時に、はい、そのリスクを回避する全裸に見えるポーズあったりするんでしょうか。あります。 あるんですね。あるんだ。あるんですね。さっきもこう映像で見ましたけども、はい、恐竜に襲われて恐竜から身を守る全裸ポーズって、うんうんうん、いやそれ知りたい。知りたい。知りたいです、うん、はい、じゃあやりたいと思います、はいはい、じゃあちょっと向こう行ってください、はい、追い出されました。なんで邪魔だから。わかりました。それでは恐竜に襲われて恐竜から身を守る全裸ポーズカモン。これ大丈夫ですか。これ本当に安心してください。入ってますよ。そしてワンアップ入ってますよ。終わりです。最高最高。めっちゃ大好き。見えましたね。めっちゃ大好き。全裸に見えました。全裸に見えましたね。全裸に見えました。恐竜に襲われてちょっと部屋に入って、うん、はい、閉じこもるっていう。これいつ考えてるんですか。いつ考えてるんですか。いろいろありますよね。夜中ですよ。夜中に。いや、大好きです、私。ありがとうございます。はい、今度の360度バーチャル体験、はい、していただきながら、はい、今のポーズまた。そうですね、皆さんにも体験した時にやっていただければ。いただければ。いいかなと思います。はい、さあということで、はい、あっという間の楽しいお時間なんですけれども。早いですね。早いですね。2分しかやってないですね。もう終わり。2分でしょ、今。早い、まだ、はい、やりました、そんなに。まあね、はい、なかなかちょっと激しいバーチャル体験もありましたので。ありました。はい、ぜひ今回リスキースポット体験していただいたお二人から、はい、感想を、そしてたくさんの方に体験していただくようにいただきたいと思いますが、はい、とにかく明るい安村さん、いや本当にすごい迫力で、本当にその場にいるみたいな感じで、こう、うわーってこう声も出ちゃったし、動く、これもずっと壁に触ってましたもん、ずっとうわーって言って、すごい迫力だったんで、皆さんにぜひ体験していただきたいですし、恐竜に襲われたら全裸に見えるポーズもやっていただいて、そしてワンアップに入っていただければ最高だなと思います。ありがとうございました。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。そして、はい、鈴木奈々さんいかがでしょうか。さっきのやつってリスキースポットですよね。リスキースポット、はい、リスキースポットがもうすっごく私好きになっちゃいました。楽しくて、あら、もっともっとやりたくて、うん、でもっともっとみんなにやってもらいたいなと思いました。体験してもらいたいなって思いました、はい、あとやっぱり安心できるように、はい、ワンアップに入ってやっぱりいつリスクが襲ってくるかわからないじゃないですか。なので私も安心した未来を過ごしたいので、はい、私もワンアップに入りたいと思いました。ありがとうございます。ありがとうございます。このリスキースポットですけれども、はい、10月30日から11月1日の3日間、9時から17時まで、はい、東京メトロ丸の内線新宿駅メトロプロムナードで体験することができます。絶対体験してほしい。絶対体験してほしい。絶対体験してほしい。本当に体験したほうがいい。これって何歳でも OK なんですか。何歳からなんだろう。無理なのかな、子供は。子供無理なのかな、まあ、ギアがはまるサイズというのも。そうですよね、はい、ありますので。絶対幅広い方たちに、はい、楽しませて。15から。いや、あれはこれ結構迫力あるから、ね、結構迫力ありますよね、うん、子供だったら無理だもん。やばいやばいやばい。でもすっごく楽しいから、ぜひ皆さんにね、体験していただきたいです。はい、はい、ぜひ皆さんも実際に日常に潜むリスクを360度バーチャル体験していただきたいと思います、はい、